さて、探すか。いやーでもなかなかないぞ。あれを超えるものは。ロックマンだけ禁止なんかな。まあ、アーサーは割といいよね。アーサーは悪くないね。アーサーもまあ、これ、うざいな、アーサー。いや、悪くないね。いや、脱衣もあるしね。悪くはない。アンチ俺あんま好きじゃないねんな。どうやってあれやったっけ、脱衣なんだっけ。いや、これよりはあの、アーサーの方がいいな。脱衣なしの方が。まあでも、選べるってのはいいな。ああ、でもすごいいい体してるな。いや、でもこれ、肉体美すごいな、これ。筋肉。ああ、これ、でも、いや、これかなりかっこいいな。普通に。パンツの柄が、あれやけど、これやばいわ。めっちゃかっこいい。なんか身軽なと感じがするわ。竜が身軽に感じる。なんか早いよな。もうなんだそれ。発動の V ゲージのポイントがちょっと分かってない。あぶれー。おお、なんか結構貧相に感じるな。リーチが短く見える。心なしか。剣。めっちゃかっこいいな。いや、これやばいやろこれ。筋肉。あ。早いな。デレレレレレ。軽い。軽く見えるぞ、動きが。いや、なんか軽く感じるな。うん、キレがあるね、動きに。やっぱ脱衣した方が。 TOP でもほんまにピンクまで出れないんかをちょっと一回確認してもいいかもしれない。結構俺電陣好きなんやけどな。
ティーンティーン。まあ、電磁の方がまあ使いやすい。あの、なんか無駄にならんというかゲージが。とりあえず、あの、波動拳いっぱい打てればいいから。いやーこれ難しいな。ティー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 ン。EX さつま揚げ昇竜。いやーでもあれはやっぱ食らっちゃうね。距離が近いと食らっちゃう。いやあ、むずいわ、やっぱり。食らっちゃう。いや、なんか脱がない方がしっくりくるな。なんなら。鎧の方が。タムルゲー分からへんな、いまいち。これ強烈巻きか抜けんの。強烈巻き抜けんのかこれ。